こんにちは、皆さんお元気ですか？ですね、私最近誕生日を迎えたんですね。50代も後半になってアラカンという方が近くなってきたんですけれども、若い頃は毎年毎年お誕生日が来て年取るのすごく嫌だなって思ってたんですけれども、最近はお誕生日が来て年を取るたびになんかこう嬉しくなってきてるんですね。なのでどうして嬉しくなってきてるのかっていうのと、そのあたりの私の心境がね、どのように変化してきたかシェアしたいと思います。ここ 2,3 年なんですけれども、お誕生日が来て、年を重ねていくたびになんかね、もらったその年がご褒美みたいな気持ちになるんですね。で、とっても、毎年毎年、年を取るのが嬉しいんですね。でね、これどうしてかなって自分なりに考えてみたんですけれども、まず一つ目は子育て卒業ということなんですね。で、子育て、子供たちだんだん大人になってきて、でそれなりに自分たちでいろんなことができるようになってきて、独り立ちする過程にあるんですけれども、子育て卒業に近い状況にあるんですね。だんだんと、大変だった子育ても終わってきて、自分的にはね、楽になってきてるんですね。なのでこう子育てが楽になってきているっていうことが一つと、それから結婚も、完全に卒業ということで、私は50歳の時に離婚したんですけれども、これから全く結婚する気持ちもないですし、結婚っていうね、そのしがらみからももう卒業して、離婚してシングルになったっていう状況にも自分なりに慣れてきて、離婚のことで辛かったこととかもね、もう薄れてきて、気持ち的にね、楽になってきてるんですね。なので子育ても終わり、結婚も、卒業して、すごくね、気持ち的にこう自由度が上がってるっていう気がするんですね。それと私自身の、その身体的なことでも、女性っていうのはね、もうこの年齢になると閉経するので、そのすごく煩わしかった毎月毎月の生理との戦いも終わりましたし、更年期障害みたいな、症状そんなにひどくなかったんですけれども、それもね、もう年数を経てそういう症状がもう出ないステージに入ってきてるんですね。なので、その生理の煩わしさもなくて、今行きたいところに好きなようにも何も計画せずに行けるっていう、こうね、自由度が上がったっていうのと、あとは更年期の、ホルモンの調整みたいなのも終わって、で体的にはすごく調子もいいんですね。はい、なのでここ数年お誕生日で年を重ねるたびに、その気持ち的に楽になっているっていうのは、もう、子育て卒業っていう年になったっていうのと、結婚も卒業っていうことと、それから身体的な自由度が高まったっていうことですね。はい、それとね、これまで振り返ってみても、もう時間を戻して後戻りしたいなっていう気持ちはないですし、それからね、若い頃にもう一度戻りたいっていう気持ちもないんですね。なのでお誕生日が来て、年を重ねると、なんか前に進んでるっていう気持ちになれるんですね。現実的には、私が今まで生きてきた年数よりも、もうこれからの年数の方が圧倒的に少ないと思うので、それならばもうできるだけストレスなく、好きなことをして心穏やかに過ごしていけるような人生設計に今シフトしているんですね。体にいい運動をしたり、美味しいものを食べたり、ゆっくり旅をしたり、これまで時間がなくて読めなかった本を読んだり、趣味に時間を使ったり、それからね、映画や音楽を聞いたり、そんな感じでね、楽しみながら過ごしていきたいなと思っているんですね。そしてね、昔すごくこだわっていたこととか、許せなかったこととか、そういうこともね、だんだん気にならなくなって、こうさらっとね、流せるようになってきたんですね。あと
とは、まあ、年齢を重ねるにつれて、社会的なセーフティーネットもどんどん増えてくるじゃないですか。例えばね、アメリカだと65歳になると、国民皆保険みたいなのがスタートするんですね。なので、まあ、年を重ねるごとにそれに近づいていきますし、あとはね、まあ、映画館、ショッピング、まあ、スーパーなんかに行ってもね、あのシニアデーとかシニアディスカウントデーなんかもあるんですね。なのでそういったシニア向けのシニア待遇なんかもどんどん増えてくるので、すごくね楽しみにしてるんですね。なのでここね 2,3 年の心境としては、まあ、本当にね年取ることってね、すごくね嬉しいことだな、楽しみなことなんだなって思えるようになってきました。なので、まあ、今回はねそういった理由で年を取るのもね嬉しいこと、いいことだなっていうこのね気持ちをシェアしてみました。では皆さん今日も良い一日をお過ごしください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。